新篠の津村営バスの車両新篠の津村、江別市協会付近にて、新篠の津村営バスは、北海道の石狩郡新篠の津村が運営している自治体バスである。車両や停留所には、愛称の入四の津バスの名称が用いられる。新篠の津村内に乗り入れていた北海道中央バスの路線バスが撤退するのに伴い、村が路線を引き継いだ。 道路運送法78.79条の適用を受け登録された自家用車を用いて、東別町、江別市、月形町へ運行する。2016年4月1日現在、土曜、日曜、祝日、休校日は全便運休する。1990年より運行。主に、北海道道81号岩見沢石狩線の二区画南を経由する。 中央バスあたり新線は、1984年3月31日時点で、8往復運行。1990年4月1日付で廃止されている。1992年より運行。主に、北海道道139号江別内江線、北海道道1121号月型ホロムイ線を、経由。全線直通の他新市の津江別及び月型の、 区間便を運行。中央バス江別、月形線は、1984年3月31日時点で、全線直通を5往復、江別新篠津間を4往復、新篠津月形間を1往復運行。新篠津市街月形駅前間は1992年4月1日付で、江別ターミナル新篠津市街間は、同年4月8日付で廃止されている。 2014年度の運行をもって廃止、福祉ハイヤーに代替された。社内にて現金、または回数券で生産。回数券は、新篠の津村役場、または社内で発売する。マイクロバスのほか、乗車店員10人以下の普通自動車も使用する。ありがとうございます。